スバネティはジョージア北西部に位置する歴史的な地域名である。グルジア人に含まれる先住民族であるスバン人たちが暮らしている。歴史的に上スバネティとしたスバネティに分かれ、前者の建造物群と文化的景観はユネスコの世界遺産に登録されている。メスティアが中心都市となっている。3000メートル級から5000メートル級の山々に 囲まれているスバネティはヨーロッパの定住地域では最も海抜標高が高い。コーカサス山脈の最高重宝のうち4つがこの地方に存在している。また、ジョージア最高峰のシュハラ山もこの地方にある。他の突出した峰としては、デナルディ、ショータルーストベイリー、マウント、アシュバ、アイラマなどがある。大カフカース山脈中央部の南の斜面に位置する。 スバネティは、リオに、川、イングリ川、ツヘニスツカリ川上流部の渓谷に広がっている。地理的にも、歴史的にも、スバネティは、上、スバネティと下、スバネティに二分され、それぞれイングリ川と、クキシニスシー、旧アリ川の、各上流部の渓谷を中心としている。それらは、今日のグルジアの地方行政区分におけるサメグレロゼモ。 スバネティ州とラチャレッチフミお及びクベもスバネティ州に分けられている。歴史的なスバネティには隣接するアブハジア地方の小鳥渓谷や原ロシア領内の隣接するクバン川やバクサン川の渓谷の一部も含んでいた。スバネティにおけるコーカサス山脈の見晴らしスバネティの景観は深い峡谷に分けられた山々に支配されている。 標高1800メートル以下の地域の大部分は、新葉樹林や、新葉樹と紅葉樹の入り混じった森林に覆われている。それらを構成しているのは、頭皮、もみ、ブナ、ナラ、シデなどである。他の樹木を見かけることは稀だが、栗、カバ、カエデ、松、ツゲなどが見られることもある。標高1800メートルから3000メートルほどの地域になると、植生は、 高山性の草原になる。標高3000メートルを超えると万年に雪や氷河が占めるようになり、その氷河や美しい山頂などで有名である。スバネティの特筆すべき山頂としてはアシュバ山がある。これはイングリ峡谷の上にそびえ、地方のほとんどの場所から見ることができる。スバネティの気候は湿潤で、一年を通じて、国海から流れ込む気団の影響を受けている。 年平均の気温及び、降水量は標高によって変化し、降水量の場合、1000ミリメートルから3200ミ、mm、リメートルの間で変化する。最も多く、雨が降るのは大高化札山脈に含まれる地域である。冬のこの地方は大豪雪地帯であり、なだれも珍しいものではない。場所によっては、積雪量が5メートルに達するところもある。 スバネティの最も低い地域は長く温暖な夏と相対的に寒冷で雪の多い冬に特徴付けられる。標高1200メートルから1800メートルの地域は相対的に温暖な夏と寒冷な冬を経験する。標高2000メートルを超える地域になると夏は3ヶ月に満たない短く冷涼なものになり長く冷たい冬が続く。スバネティの大部分は 標高3000メートルを超える地域であり、夏らしい夏を迎えることはない。スバン人は一般に古代ギリシャの地理学者、ストラボンによって、ソアネスとして言及されていた民族と同一であると、みなされている。ストラボンは、ソアネスを、今日のスバン人たちが暮らす地域に位置づけていた。一帯は、コルキスの俗領となり、その後、ラジカ王国の支配を受けた。 西暦552年のラジカ戦争に乗じて、ラジカとのつながりを否定し、サーサーアン・アサ、ペルシャに属した。西暦562年に、スバネティは再びラジカの支配下に置かれた。それから、アブハジア王国に属したが、11世紀初頭には、統一されたグルジア王国に併存された。スバネティは、公爵が治める、公爵領となった。スバネティにおける、 グルジア正教会文化の最盛期は、グルジアの黄金時代とも言われる、タマル女王の治世下のことであり、スバネティの人々は彼女をほとんど女神のように、尊重していた。伝説では、タマル女王は毎年スバネティを訪問していたという。スバン人たちの有能ぶりはよく知られていた。彼らのはためく軍旗は、その姿からレミと呼ばれた。モンゴル軍が精神した時も、 その略奪は、スバネティまでは及ばず、一時的に文化的な避難所の役割を果たした。1460年代に、グルジア王国が最終的に解体した後、スバネティの支配権も消えた。上スバネティは、独立した、スバネティ公国を形成した。下スバネティは、段階的にミングレリアの君主たちに征服されるようになっていった。 1833年11月26日に当時の深刻な内乱に直面し、スバネティのプリンスチックデイドシケーリーにはロシア帝国の保護国となることに同意する条約に調印した。そのアクセスの困難さから保護国になった後も優位な自治権は保持できていたが、1857年に、 皇帝の直轄地とされてからは、自治権を事実上撤廃されてしまった。1875年には、ロシア人たちは、追加的な重税を課すことで支配を強めた。これに、スバン人たちが反乱を起こしたが、ロシアは軍隊を出して対抗した。ロシア軍は、大きな犠牲を強いられたが、1876年に、反乱を鎮圧した。ソビエト連邦成立後、 区体試験の一部として、スバネティはメスチャ地区とレンティッキー地区に分割された。1921年には、ソ連政府に反対する、スバネティ反乱が起こったが、成功しなかった。ヴィンテージフォトオブメスチャ、C1890S1987 年に、スバネティをなだれが襲い、数件の住居を破壊し、70人の死者を出した。 ソビエト連邦の崩壊とそれに続くグルジア内戦はこの地方にも社会経済上の深刻な問題をもたらした。スバネティの住民たちは数百年来高山環境の厳しい条件に抵抗して暮らしてきたがソ連崩壊以降20年ほどの間で増大してきた経済的困難や頻発する自然災害が住民たちの離村につながっている。 スバネティは一時、犯罪者たちの避難場所と化して、住民たちや観光客たちを脅かしていたが、ジョージアの特殊部隊による大規模な犯罪者相当作戦が2004年3月に行われ、状況は大きく改善した。スバネティの先住民族であるスバン人は、グルジア人の民族的サブグループである。1930年代までは、ミングレル人とスバネティ人は、 固有のセンサスグループを形成していたが、それ以降は広い意味でもグルジア人に組み込まれるようになった。スバン人たちは4世紀から6世紀にキリスト教に改修し、現在はグルジア正教徒である。しかし、かつて信仰していた異教の名残にも保持されているものがある。ジョージアの守護聖人である聖ゲオルギウスが最も尊崇されている聖人である。 スバン人たちは血族による報復などの古い習慣も保持している。彼らの家族は小規模で、夫が世帯主である。典型的なスバン人たちは二カ国語話者である。彼らはグルジア語と民族の言語であるスバン語を使う。スバン語は文字のない言語で、メグレル語、ラズ語とともに南コーカサス語族を構成している。スバン語は外して、 グルジア語にとって変わられつつある。スバネティは優れた建造物群と美しい景観で知られている。同時にスバネティの植物商は旅行者たちにとっては非常に評判の良いものである。中心都市のメスティアが観光拠点となり、コーカサス山脈へのトレッキングの拠点となっている。有名なスバネティの塔は9世紀から12世紀に建てられたもので、それが 地方の魅力を一層引き立てている。この地方には数十のグルジア製協会の聖堂や様々な要塞化した建造物群も存在している。上スバネティの記念建造物群は1996年にユネスコの世界遺産にも登録されている。スバン人の文化は歌や踊りの中に驚くほどによく保存されている。スバネティは グルジアの性学の中でも、多性化症の最も複雑な形態を持っていることを、誇りとしている。ウシュグリ村城スバネティに残る聖堂や住居、塔などの建造物群は、1996年にユネスコの世界遺産に登録された。聖堂の内部を飾る、金属製レリーフによる美しい遺構の数々は、中世グルジア美術の水準の高さを今に伝える、ものである。 また、鉱山に囲まれた地域に発達した独特の建造物群は優れた文化的景観を形成している。ウシュグリ村は標高2410メートルに位置し、欧州では最も標高の高い村とされており村全体が世界遺産となっている。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。